選手、乗馬王光。スタートに向かいます今橋弘明選手は大阪初芝立命館高等学校から日本大学の生物資源科学部に進学いたしました3年生。乗馬歴は10年あります。そして日本大学馬術部の今年のキャプテン、昨年の全日本の学生の大会では先ほど走行いたしました大白という馬に乗りまして見事個人で第2位という成績を持っております。さあ今年はこの王光とコンビを組んでくるんでしょうか。さあトリプル障害 ABC ときれいにクリアしております。ドイツで生まれましたオルデンブルガー、9歳になります巨星馬。このリバプールの障害で一つ落下がありました。減点が4点。そしてダブル障害 AB はクリアしております。さあ残すところあと2つになりました。踏切地点を合わせて最終は5カンポでいきました。 あっちの方が空いてるからいいです。最高タイムが70秒35、1つの障害の落下がありました。減点が4点、減点が4点ですがこの